おはようございます。おかみです。今日はですね、はい、いよいよ始まりました、鬼滅の刃映画初日です。イエーイ。私はですね、今走っております。ちょっとね、諸事情によって朝一の映画は行けなかったんですが、これからねお昼の会に行ってくるんですが、その前にね、ちょっとグッズもツイッターでちらほら見ると、なんか整理券配ってたりとか、道並んでるよっていう情報を得たので、ちょっと早速早めにね行って調査していきたいと思います。ということで、ひとまず行ってきます。はい、私は今回東宝シネマズ日本橋というところの映画館に来ております。ちょっと初めて来るので、ちょっとかなりね都会的で、まあ、若干道に迷っておりますが、多分駅から4分ぐらいだそうなので、今会場に向かっております。なんか座席見ると、そこまですごいめちゃくちゃ埋まってる感じはなかったので、ただグッズの状態はまだ全然見てみないとわかんないので、ちょっとこれからね始まる前に偵察していこうと思います。あ、なんかすごい、あ、これあれだ、福徳神社っていうとこですね。と言いつつは目の前がコレド室町2というところ、多分ここかな、映画館。ちょっと潜入してまいりたいと思います。あった、映画館この2階ですね。ドキドキしてます。ちょっともう緊張しすぎて、お腹さっきすごい痛かったのと、電車をまんまと乗り間違えましたが、無事に着きました。はい、じゃ早速これから映画館入っていきたいと思います。2階ですね。はい、どんな感じだろう、すごいドキドキする。ということで、こちら東宝シネマズさんに着きました。楽しみ。マニュアル住所特典はさすがに多分もらえると思うんですけど、朝一の回ではないんですけど、さすがにね初日なんでもらえればなと思います。すごいですね、この日本橋の映画館、なんかすごいやっぱり高級感があります。こんな感じで、はい、ちょっと広くてソファー席がたくさんあるので待ちやすいんじゃないでしょうか。私が見るのは12時55分 TCX という大画面のところですね。検していきたいと思います。発見する。行きました。はい、ということで、私はこちらで見てまいりたいと思います。はい、あ、これじゃあさっきちょうど来るときに見えた神社になりますね。あ、すごい、テラスみたいなとこもある。はい、こんな感じです。はい、ということでグッズ紹介していきたいと思います。はい、とりあえずまずパンフレットを買いました。こんな感じです。めっちゃね結構しっかりしてます。ちょっとね中はお見せできないんですけど、こんな感じです。めっちゃかっこいいよね今回のビジュアル。はい、のパンフレットです。これはね、レジで購入するタイプでした。はい、で裏がこんな感じです。はい、ちょっと後でゆっくり読みたいと思います。はい、でお次は狙っておりましたこちらの上限のクリアファイルです。これもちょっと反射しちゃうので開けますね。早速これね、もう私が来た時結構もう数減ってました。やばいと思ってすぐ手に取りました。はい、こんな感じです。じゃじゃーん、反射してるから大丈夫かな。はい、こんな感じです。めっちゃかっこいい、もう最高。もう これだけのファイルも本当は欲しいんですけど、これから出るといいな。はい、でこれが表かな、牛太郎がいて、で裏が、はい、ダキちゃんになってますね。はい、ではクリアファイルです。はい、ではお次がこちらです。
トラベルステッカー、これね、ダキちゃんのおみのがあるので可愛いので買っちゃいました。ちょっと開けます。ちょっとまだ映画見る前なんですけど、もしかしたら映画見た後に他にも買うかもわかんないけどはい、ということでこんな感じで何枚か入ってますね。はい、ダキっていうステッカーと、これもちょっと帯のところにダキって名前が入ってます。はい、で次がこれが模様ですね。はい、めっちゃ可愛いな感じと、これもダキって書いてます。これが上弦の6と目が出てます。はい、こんな感じで、はい、お目当ての帯のステッカーです。ということでお次はアクスタを開けていきたいと思います。はい、これですね。これね、思ったよりめちゃくちゃでかかったのでびっくりしました。多分20センチ以上あるんじゃないかな。ちょっと開封していきたいと思います。はい、すごい。まずダキちゃんですね。こんな感じ、すごいよねこれ。そう、これはね、あの2つアクスタが立てれるようになってるので、別キャラを買っても全然 OK だと思います。はい、一旦私はちょっとダキちゃんのカリフォルニアのね、アメリカンセットにしました。こんな感じで、で背景がこんな感じで、すごい、めちゃくちゃでかいすごいねこれ。結構でもアクスタちっちゃいのとかだったらもっと飾れるんじゃないかな。はい、背景こんな感じ、すごくない？めちゃくちゃおしゃれ。はい、じゃあちょっと差し込みます。はい、こんな感じです。どうでしょうか。あ、めっちゃいいね。めちゃくちゃこれ飾り映えありますよ。でもね、なんだろう、これ固定じゃないかも。結構意外とずれちゃうので持ち上げたらちょっと落ちちゃうかもしれませんね。なんで、はい、こんな感じです。はい、はい、ということで追加でグッズ買ってきちゃいましたこれね、多分全然関係ないんですけど、はい、ちょっと見つけちゃって、今のところ私牛さんの靴下しかないので、はい、煉獄さんの靴下買っちゃいました。はい、以上あとこれですね、ランダム缶バッジ。はい、こちらですね、5種類ある方と9種類ある方で1個ずつ買ってきました。はい、早速開封していきたいと思います。こちらはですね、レジで注文したのでお姉さんが選んでくるタイプでした。はい、お姉さん頼みますちょっとでまず5種類の方から開封していきたいと思います。はい、から早速いきます。せーの、ほいむいくん、やっぱり来てくれた。はい、やっぱり来てくれました、むいくんです。かわいい、振り返り美少年か。いや、最高ですね。はい、今はむいくんが来てくれました。これめちゃくちゃね、なんか背景とか柄が縁取り綺麗ですね。はい、では2個目いきます。これはまた違う9種類の方ですね。はい、せーの、ほい、あ、メダカちゃんだ、かわいい。めちゃくちゃこれもかわいいよね。今回ねずこちゃんグッズをまだ買ってないので、はい、嬉しい。ということで、はい、ランダム開封はこんな感じです。ということで今1時間あるのでちょっと急いでスキヤに行ってきたいと思いますまたちょっとカードね、開封できたらなと思います。ちょっとだけのれんがあった、かわいい。はい、で今回見どころとしては、劇場用にアップコンバートっていう風になってるらしいんですね。 4K をさらにめちゃくちゃ綺麗な映像になってるそうなので、そこがね、また楽しみです。音響も映画に合わせてまたさらにこう再ミックスっていう風にしてるそうなので、そこもね、もう昨日実はね、夜で10話と11話見返したんですよ。だからその違いもすごい楽しみですし、あとはね、なんといってもオープニングはリサさんが歌うのと、あとエンディングが誰が歌うのかっていうのもめちゃくちゃね、楽しみです。はい、ということで、あともう20分ぐらいかな。なので、あー、ドキドキする、楽しみだよちなみにキキアのカードは2枚あります。はい、前回ね、ちょっとかなり神引きしたんですが、煉獄さんまだ出てないので、ちょっとまあ全然期待はしてないんですけど、開封していきたいと思いますはい、じゃあ1番目いきます。もう分かんないいきますよ、せーの、あ、せーの、やばい、ちょっと待って、めちゃくちゃいいじゃん、引き。やった、しかも煉獄さんと牛さん、みつりちゃん、まあ、最高のメンバーです。
やったー、枝がね、こんな感じになってます。はい、はい、じゃあ2枚目いきますよ。2枚目いきます。いけ、せーの、ほい、お天狗様、やったー、カブニヤシですね。ということで、めちゃくちゃいい引きで走るだけですね。はい、ということで、行ってくるぜー。はい、ということで見てきました。もう見てね、本当に今10歩すぐ降りてきたばっかなんですけど、いやもう本当に最高でした。これはネタバレなし動画の方なのでご安心ください。一応ね、ただこれは大丈夫かな。はい、これは入場者特典ももらえましたと、上限集結本もはいもらえました。あと表紙だけになるんですが、はい、こんな感じになります。めちゃくちゃかっこいい。まだね、私もちゃんと見てないので、家に帰ってからじっくり読みたいと思います。詳しい感想というか、まあ、ネタバレの動画はまた違う動画で上げてるので、もし気になる方、まあ、ネタバレしてもいいかなっていう方はぜひそちら、はい、上げてるのでぜひそちらもご覧ください。なので、まあ、簡単に言うと、まあ、遊郭編はね、皆さん結構もう見てるとは思うんですけど、もう本当にバトルシーンというか戦いのシーンを、ね、劇場のでっかいスクリーン、かつ素晴らしい音楽で見れるっていうのはもう本当にね、最高でした。もう冒頭部分からち、多分、始まって2秒くらいで泣いてました。はい、もうそんな感じですね。まあ、最後のね、刀鍛冶の終わり自体はもう、もうなんか、かなり放心状態というか、やっと見れたっていう感じでしたね。まあ、本当はネタバレなし動画なんで、ここぐらいまでしか言えないんですけど、もし本当にちょっと内容とか気になる方は、ネタバレあり動画の方、ぜひご覧ください。ということでね、はい、本日は以上になります。もう、最高でした。なんかもう、見てる間にいつの間にか三つ目にしちゃってた。いやもう明後日の5日の舞台挨拶なので、いやもうそれもやばいよね。なので今日ちょっとしっかり見切れなかった分は、その舞台挨拶の時も、はい、しっかりちょっと見て感じていきたいと思います。あとは声優さんもね、生で見れるので、はい、しかも意外とね、席が近かったの。そう。だからそれのね、レポ動画も、出したいと思ってるので、次回のね、動画もお楽しみにしてお待ちいただけたら嬉しいです。ということで、はい、本日の動画は以上になります。ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では、帰りまーす。